バンカーなんですけど、結構バンカー苦手にされる方いらっしゃるんですけど、結構うまく打てたら、フェアとか、まあ、例えばカラーとかってところでも結構寄せる可能性が高くなる。で、それはなぜかというと、バンカーって、グリーンに対して結構寄せれるところに結構配置してるんですよ。はい。あんまり絶対ここから打ったら極端に寄らないっていうところには結構バンカーって作ってないんですよ。で、まずそれが一つというのと、高さが出てピンもかかるので、例えば下りの傾斜であっても、結構止めることができたりして、まあ、結構克服さえしちゃえば難しくないんです。で、何が結構難しいかというと、高さが出せるか。結構難しいですよね。ピンがかからないとかもあるんで。はい。で、その高さを出して、やっぱりボールを止めるっていうポイントなんですけど、まあ、上手な人のバンカーショットって鋭角にも入るし、深くも入るんですけど、そのまま平行移動してくるんですよ、クラブが。で、これが下にダンって上から刺さったままね、そのまま終わってしまうと、やっぱり出なかったりするので、で、逆に言えば、結構この平行移動したりすれば、結構手前の方から入ってるの、うまくこう打てるんです、高さも出して。はい。で、そのクラブを平行移動させていくっていうコツなんですけど、結構体を回すっていうこと、結構軸にして、こういうふうに。で、クラブセットは結構極端に思っているように左の方に行っちゃって大丈夫です。左の方に切って打ってみたいです。結構高さも出て、止まりまして、深く入ってるのに、結構この、わかります？ちょっとよく見て。平行に移動してるんです。深くは入ってるんですけど、長く取れてるので、まあ、結果的にいい結果になります。で、こんなちょっとこう、まあ、イメージというか、まあ、ポイントは、まあ、円というか、扇形ですね。扇形をこう描くよ。はい。3回ぐらいやってもらってから、おお、謎。ああ、いい感じ。そうです。はい。じゃあ、練習していきましょう。